いや、みんな喜んでくれました。本当にうちの姉とかも来てくれたし、甥っ子も来てくれたし、あと1試合目俺が剣眼っていう試合で負けた、俺が負けた、京介くんにもチケット送ったんですよ。で京介くんも来てくれてすっげえ嬉しかったです。で最後京介くんとあれして、で豆狩りを持ってるのはうちの姉だよね、うん、京介くんも来てくれて、はい、あ、確認した、響き丸さん、ほんと確認した、それは確認した、あの確認して、さらにあの仲間がいるかどうかを見ました。これね、あの仲間の顔を確認して、それから始めました。で水を一口飲んで。